ふふっと笑うような世界で、あまり裏の余計なコンセプトを考えずに、動詞になるということでもなくて、ただいいねこういうのという、なんか日本特有の、まあ、場の雰囲気というか、そういう楽しい雰囲気を感じてもらえばいいなというふうに思って作ったわけで、アーティスト画家ではないし芸術家でもないんで、すごいそのこういうステータスのあるとこでやるとどうしても緊張感でわけのわかんない抽象画とかコンテンポラリーアートをやって、なんか何もわかんないものを作って調べくれるって手があるんですけども、今回は本当にわかりやすい、これは相当な冒険でして、わかりやすいから文句も言われやすいということで、だけども今流行りのコンテンポラリーをやるよりは一番正直に自分がこう楽しいと思うことを皆さんと共有したいということで、作ったわけで、もう裏に背景とかこのオブジェがどういうものを意味するかって最低皆さんは聞きたいと思いますが、答えはないですから、早めに言っておきますが、見てああいいなと思っていただけば結構です。今日はどうもありがとうございました。当たり前の義務教育中学まで、それはもうもちろんやっぱり印象派っていうんだろうか、そういう人たち、まあ、マティスとかピカソとかよく誰でも知ってるモンドリアンとかカンディンスキーだとかそういう人たちいますよね。そういう人たちの影響を受けたわけではなくていいなとは思ってますけど、一番だけど今に関しての影響を受けたのはプロキュアになるうちの親父だと思うんですけど。Thank you.